こんにちは。今週の万年筆はパイロットのライティブアクティブレッド FG ご紹介したいと思います。どうでしょう、偏光フィルターのおかげでテカらずに写ってると思うんですけれどもね。はい、ライティブっていうのはですね、パイロットさんが作った造語だそうです。はい、いつもね持ち歩いてほしいっていうね、ライトとアクティブをね合わせた造語と、はい、ホームページに書かれておりました。製品の特徴がねこの箱にちょうど書いてあるんでね、はい、コンバーターも使いますということでね、これいいですよね。いいっていうのは例えばですね、この間奥さんと近所のね、大きい文具屋さんっていうんですかね、はい、そこに行ったんですけれども、結構レジの周りにね万年筆コーナーバーッとありましたよね。各社さんのやつ置いてありました。まあそんな中にね、こういうのも置いてあるんですけども、これパッとね、まああんまり万年筆使ったことない人がちょっとどんな感じだろうと手に取るとね、後ろにねこうやってね全部こう特徴が書かれてるわけですよね。で割と万年筆を長く使ってる人間から見ても、例えばインナーキャップでねペン先乾きにくいっていうと、あ、これなんか仕事で使うのにもいいよなとかね、大容量コンバーターも使えます。おそらく大容量コンバーターってこっちの方ですよね。今ちょっとこれの型番がね、わからないんで、そのままいつも私使ってるやつですね。ピコピコピコです。これがついたらね、もう一回補充すればたっぷり使えますんでね。まあ、そんな感じでね、パッパッパッと見ることができるっていうのはいいですよね。で今日はね、失礼。開封からね、楽しんでいきたいと思います。どっちから開けますかね。私はね人間が素直なのでどうしてもこっちから開けちゃうんですけれどもね、なんかもしかしたらこっちから開けちゃうのかなね。もう生爪にさっき爪切ったばっかりなんだけど、ほぼ爪がない状態ですね。こんな感じでねちょっと開けていきたいと思います。これシュルシュルシュルと出てくるわけですね。あ、もうこういう完全なこのなんかもう食料品みたいな感じでパッキングされてくるんですね。ここ点線とこれ破くんでしょ、ベリベリベリってね、あ、よかったよかった、皆さんとね共有できますね。ちょっと引きましょうかカメラね。分解というか開墾風景を見ていただきましょう。こんな感じでこう破っていく形になります。ここがペキペキって破けていきます。あ、破けていきます。一気にいきましょうか。このシールのとこ大丈夫かな。おらおら、なんかねあんまりこっち側がうまくいかないですね。力ずくでいっちゃっていいんですかね。ああ、いっちゃいましたね。力ずくで、あ、この時ねここを押さえるとね、はい、ここがチクチクになってね拷問状態になります。でこれでペンを押さえちゃうとまたダメになったりする。あ、これ開けなくてもよかった、もしかして私何も分かってないえいえい。まずねこっちのパーツね、バラしました。ここにね、あ、そう、これを取り出すためにはこれを引っぺがさなきゃならないけど、こっちはこのままでよかったんですね。まあでもいずれにしてもね、まあ、こういう形で3分割しないと全部は手にすることができないと感じですね。これはうまく固定されてますね。お、まさにおっしゃる通りはパイロットさんの言う通り軽い。お、ちょっとこのねピンっていう音にね弱いですね。我々はね、我々とか私はね、はい、じゃあちょっと避けました。はい、ペンが出てまいりました。こんなペンでございます。ここの黒ポッチは何の意味があるんだろう。こっちにもあるの。なんか秘密がありそう。あ、キャップ抜くときにここをキュッとこう持てるのか。で、ん？ピュッと通すと多分ここにインクがつきますね。やっぱりキャップ抜くときはここ持ちますよね。あるいはこうか、こんな感じか。それからこう、音いいですね。聞いてください、この音、ピンね、すごい。はい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 、ね、うん、これ全部プラスチックですね。このアクティブレッドって色が気に入って、まあちょっと購入したところもあるんですけれども、ペンだけちょっとねアップにしばらくさせてください。こんな感じにしましょうか。こんな感じですね。で裏側にね、パイロットジャパンって書かれていますね。ここですね。うまく収まらないの。
パイロットジャパン、ここに書かれてますね。お尻はこんな感じですね。キャップの転換はこんな感じですね。これも樹脂ですね、クリップもね。はい、まああんまり今ね、あでもそうでもそんな簡単に断言しちゃいけないですね。クリップ私の場合も全然使わないんでね、もう今スーツも着ない生活になりましたんで、はい、スーツで出張なんか行ってる頃はねちょっと入れたりしましたけれどもね、開けるとこういう感じですね。ピンピンピンと、ペン先はね、合金って書いてありますね。はい、ステンレスなのかな、ちょっとね材質は私分かりません。ちょっとこんな感じで形だけ見てください。で例によってちょっとねおまじないでこの薬指のところでねやってみましょう。これ F 字ですけれども、書き味は良さそうですよ。あ、簡単に、あ、ちょっと待って、これ、この測定大事。1、2、3、4、5回回すと取れます。はい、こんな感じですね。首軸の中はね、シンプルです。はい。で、これにね、この付属のね、まあ、カートリッジインク、付属っていうか、市販されてますけれどもね、私も実はね、まだこのカートリッジインク使ってまして、キャップレスの方でね、ブルーブラックをね、ずっと使っていますね。お値段とか考えてもね、決して正直言って、まあ、なんていうんですか、びっくりするほど高くはないし、全然もう安いと思いますね。子供の時から愛用してます。で、これがね、さっき言ってたこのコンバーターですね。これがつけば美味しいですね。ギュッと。いけるのかな？あ、いけますね。これ使えるとね、本当に大容量ですからね、シュコシュコいけますんでね。で、以前もね、ご紹介しましたけれども、年取るとね、指ちょりちょり滑ってね、不器用になるんでね、ひねるやつだとね、こんな感じでぶれちゃうんですよね。で、これだとね、ここでピタッとね、インクボトルに、なんていうんですか、位置決めして、あとはね、こいつをスッ、スッ、スッ、スッって吸うだけでピコピコ上がってきますんでね。結構書き応えありますんでね、今順次うちでねパイロットのペン常用してるものはねほぼこれに変わりつつあります。はい、ということでこの大容量コンバーターも無事つきそうですと。じゃあ重量をセットしてから試し書きしてみましょう。あ、重量を測定してからね。はい、重さはどのぐらいかな、軽いというのでね、13g。 なんか久々の軽さですね。この軽さ 12g。 へえ、これは軽いですね。10本持っても 120g ですから10本持つやつはいねえか。なかなかシンプルでね、あとこの形ですね、ライン、あんまり奇抜な形じゃなくてね、このね、例えばこうやってね筆記状態にした時にね、こういう感じで、ここが例えば私の場合このぐらいで持つんですけれども、その場合にねちょうどねこの水かきのところがキャップより下で、ちょっとここのところが細くなってるっていうと、ね、この乗り心地はいいですね。はい、うん、なんか気に入ってきた。気軽にまさにどこにでも持ち歩ける感じはしますね。でこれがそのシール機構っていうんですかね、まあ、今どこのメーカーさんもそうですよね。ペン先の乾きに対しては敏感ですよね。はい、これでやっぱりかすれちゃった時にねガリガリやっちゃうとやっぱダメになっちゃうんで、そばにお水がちょっとでもあればね、お水でねちょろっとね濡らしてやればもうすぐかけるようになるのが大概のマネースというところですけれども、ボディがね、アクティブレッドなんで、はい、トルマリンで、トルマリン僕大好きなんでね、もう開けちゃったからには使い切ろうみたいな感じで、今日はねトルマリンの方でね、はい、ちょっと試し書きしていきたいと思います。でペンを収めるためにこれもこの辺に置いたりしようかな。このね万年筆動画撮る時のこの試し書きが本当楽しみでしてねもちろんね大方はこの後洗浄してね、はい、しまい込んじゃうんですけれども、そのまま常用に回るものもありますね。以前ね第2四半期のやつをねやりましたけれども、第3四半期になると今度夏場になりますんで、涼しげなねペンが結構出てくるのかななんて自分で思っています。
今気がつくとね、ほぼ全てが黒になっちゃいましたんでね。はい、じゃあ行きます。パイロットですね。パイロット、ライティブ、造語です。漢字の細かい書き順とかその辺は見ないでください。はい、第一印象です。はい、ファーストインプレッションってやつですね。1、ものすごく書きやすいです。何が書きやすいかというとですね、非常にペン先がねよくしなります。はい、それでいてですね、2番、ペンポイント、と紙の適度な関係、適度な、そうですね、摩擦って言いましょうか。音がね入ってればいいんですけれどもね、こう入るんですけれどもね、それとね意外なバランス、こんな感じですね。軽すぎるんで、まあ以前からお話してて、私適度な重さがあった方がいいななんて思ったんですけど、これいいですね。ちょっと首軸の前を持って書いてみましょうか。今後ろの方を持ってましたけど、まあ大体私の引きポイントこの辺ですかね。はい、首軸の感触、ペン先が結構しなりますから、でここ樹脂なんですよ。で樹脂ですと指でこうグイグイ、ね、筆圧で押した時に相手は硬くないですから、結構ね柔らかく返ってくると。でこのね段差、ここ思ったよりいいですね。この段差にこう指がこうはまってるわけですね。ちょうどねこの人差し指の腹あたりがねこの段差のところに来ますんでね。はい、段差の位置OK です。はい、ということでね、ちょっとじゃあ今度シナリオね見てみましょう。まずね、細い線をね筆圧をかけずに引いてみましょう。スーッスーッてこんな感じですね。でこれに筆圧をかけてみますと、グーグー、こんな感じですね。どうでしょう。上2本がね筆圧なし、下2本が筆圧かけた。F 同士で F ですからね、そんなに大きくは変わらないんですけれどもね。このペンなんか M があるみたいなんですけど、私通販で買ったんですけど、ちょっとね F しか見当たらなかったんで、まあとりあえず F ということでね F を買わせていただきましたけれども、これとあと888と、これも強く書いて、いげたいげたいげた888と、こちらは上が筆圧かけず、下が筆圧バリバリということですか。はい、よくしなるっていうのが本当にね、ちょっとこれは意外だな。金ペンの金ペンっていうか、ペン先がね、何々金何々金って書かれてる柔らかいしなりとは異質ですね。やっぱりこのウォーターマンのフィリアスに似たような、フィリアスはもっと横幅広いんでもうちょっと受け止める感じがあるんですけど、これはもう本当にね繊細ですよ。シュッとこう押せば押すだけこう入っていく、だからちょっと気をつけなきゃいけないって思いにさせてくれるような感じのペンですね。はい、ちょっとね意外な書き味に驚きました。ちょっと使ってみようかなって気になってきますよねこれね、しばらくね。はい、ということで、今週の万年筆は
パイロットから発売されているね、実売価格2000円しないですね、廉価版の万年筆になりますけれども、非常にね書き足がびっくりするほど良かったライティブ、地幅は F、 ボディはアクティブレッド、ご紹介させていただきました。ではまた。